あれ、青くんがいない。普段はケージの中で寝てるんですけど、ひょっとしたら子供たちの部屋のどっちかで寝てんのかな。あ、レオくん発見。玄関のマットの上でゴロゴロとレオくんが寝ているようです。最近はどうもここの玄関のマットがお気に入りのようで、夜寝るときもどうもここで寝てるみたいですね。たまーにベッドに入ってきたりしてますが、最近はこの玄関マットがお気に入りのようです。気持ちよさそう。おはようございます。今日は9月7日木曜日朝5時15分です。これ金星ですね、金星。非常に涼しい朝を迎えております。相変わらず日中はもう30度超えの非常に蒸し暑い日が続いてるんですけど、本当朝晩がだんだんと過ごしやすくなってきました。今も半袖 T シャツ1枚だと若干肌寒く感じるぐらいの気温です。まあ、日中はまた今日も暑くなりそうなんですが、今撮影に使っているカメラですが、引き続きソニーの ZV-E1 にレンズが 20mmF1.8 の G レンズになります。 SEL20F18G です。これ飛んでるのコウモリですね。なんか最近やたらコウモリがこの辺り出てくるんですけど、うちの屋根の軒裏にもたまにぶら下がってる時を見かけることがあります。それではモーニングコーヒーいただきます。うまい。朝晩かなり過ごしやすい気温にはなってきたんですけど、まだしばらくは朝のコーヒーはアイスコーヒーが続きそうです。なぜかというと大量のストックがあるからです。まあそれはさておきですが、昨日9月6日は、まあ、何の日だったかというと、朝からソニーの新しいカメラですね、 α7C2 と α7CR の予約開始日となりました。皆さん予約されたでしょうか。僕はもう前から言ってる通り、今回は α7C2 を予約しました。で、発売自体はまあ10月の中旬ぐらいになるんですけど、もう早速昨日予約開始とともに、予約入れたんですけど、意外と思っていたより価格が安くてちょっと驚きました。予想では30万円超えるぐらいの、価格設定で、そこからまあ割引効かしたりとかして、まあ、30万切るぐらいの、価格になってくるんじゃないかなと思ってたんですけど、最初からなんか30万切ってましたね。ちょっとはっきりとした数字今覚えてないですけど、29万ぐらいだったのかな。まあとにかく30万切った価格で、出てきて、でそこからいろいろとこうクーポンの割引入れたりだとか、あとあの優待の割引なんか入れると、結局うちの場合は5年の、まあ、通常の保証になるんですけど、ソニーストアで5年の通常の保証をつけて25万円ぐらいで購入できました。まあ価格だけ聞くと非常に高く感じるかと思うんですけど、α7-4 の価格を考えたり、あとこのカメラから追加された機能を考えると、めちゃくちゃなんかバーゲン価格のような気がするんですけど、ただやっぱり金額だけ聞くとやっぱ高いですね。高いんですけど、カメラのこの性能から考えるとかなりのバーゲン価格になっているんじゃないかなと思いました。まあ、昨今の円安の影響で、まあ、海外のいろいろ製品買うのにめちゃくちゃこう金額が上がってきてて、なかなか買いにくくなってきてるんですけど、まあ、今の円安の価格考えても、だって150円近いですもんね。146円とか147円近くまで確かいってるかと思うんですけど、まあ、そのあたりの円安のことを考えると、まあ、国内販売とはいえ、かなり金額抑えてきたんじゃないかなと思いました。それとあともう一点ですね。これちょっともう今回買う予定全くなかったんですけど、GoPro Hero 12、まあ、毎年もうこの時期恒例になってるんですが、GoPro の新しい12、Hero 12が発表になりました。もうこれはかなり前からもうリーグ出てて、画像だとかもう性能なんかもかなり詳しく出てたんですけど、まあ、今回はもうスルーするつもりではいたんですが、まあ、GoPro はもう一応毎年出たら必ずずっと GoPro Hero 5の時から買い続けてきたんですが、さすがに今回はもうほぼほぼマイナーアップデートぐらいにしか感じることができなかったので、もう完全スルーするつもりでいたんですが、ただ GoPro もこれかなり価格を抑えてきていて、でさらにちょっと友達から教えてもらったク
クーポンコード、これどこに出てたんかな、クーポンコードがまああったんですけど、このクーポンコードを入れるとなんとですよ、新品の12ですよ、3万7000円台で購入できました。あまりの、あっていうか予約も入れちゃいました。あまりの価格の安さにちょっと衝撃を受けたんですけど、でもなんだかんだ言いながら α7C2 と GoPro だけで結構な金額いってしまいました。まあ、今年はもうこれが最後かな。もうカメラもあと何が出るんだろう。まああとちょっと何が出てくるか、詳しいことをまだちゃんと調べてないんですけど、あ、ひょっとしたら DJI のポケット3がひょっとしたら出てくるかもしれないですね。まあ、ポケット3が出てきたらちょっと欲しいなとは思ってるんですけど、まあとにかく今年は結構いろいろと買い物をしたりだとか、まあキャンピングカーのこのジル520も車両入れ替えという形で購入したんで、そろそろちょっと打ち止めかなというように思っています。今日のランチですが、久しぶりに松の屋さんでささみカツいただきます。久しぶりのささみカツです。めっちゃうまそうで、これクーポンで割引になっているセットなんですけど、このポテサラ付きでなんと590円、そしてご飯おかわり自由、お味噌汁おかわり自由です。まあおかわりしないですけど。ではいただきます。ではいただきます。じゃあまずはタルタルソースで、うわうまそう。あこ、うん、うまい。サクサクで柔らかくてめちゃめちゃうまいです。ちょっと味を変えてタレでもいただいてます。うん、タレもうまいです。ごちそうさまでした。あっという間に完食しました。いや本当に安くてうまいです。じゃーん、またまた岡モーターさんにやってきました。藤沢さん探しましょう。いろいろとお願いしたい作業が結構溜まってるんですけど、なかなかこっちも時間が取れずにそのままなんですけど、まあ、そのあたりのことも含めてちょっといろいろと打ち合わせやってきます。520のシートを一応運転席側は変えようかと思ってるんですけど、やっぱレカロがいいな。じゃあ打ち合わせが終わったので帰ります。18時前になりました。今帰宅したんですけど、また大きな箱が届いています。で、奥側のこいつは自宅用の焼酎ハイボール、まあ、宝の焼酎ハイボールなんですけど、これ届いたんですけど重いんじゃないかな、これ思った、かなり大物が届きました。一応まあメーカー名ここね出てますね。リタイムさんの商品になります。まあ、悩みに悩んで今回購入したまあジル520用のサブバッテリーって言えばいいかな。今はあの鉛の、バッテリー積んでるんですけど、300アンペア積んでるんですけど、やっぱり今後の使用のことを考えると、まあ、リチウムに変えた方がいいかなということで購入したのがこのリチウムイオンバッテリーになります。まあ、これまた取り付け自体はもうちょっと先になりそうなので、まだね充電器も届いてないので、いろいろとこう準備できたらまた装着やりたいと思います。はい、というわけで本日以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。